東京都内の貸農園が足農園とは、都市の住民などが自然に親しむために、レクリエーションとしての自家用野菜、花の栽培を行ったり、高齢者が健康や自らの生きがいのために利用したり、また、食育や上層教育の観点から、幼児、児童、生徒の体験学習などの多様な目的で、正面積の農地を利用するための農園近年では、企業の福利厚生や、食育、 CSR などの目的で利用される例も増えている。ドイツではクラインガルテンと呼ばれ、日本では市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、体験農園、レンタル農園など様々な名称で呼ばれる。この校ではそれらを総称して貸し農園とする。日本に最初の市民農園が開設されたのは1924年である。これは園芸愛好家の民間団体である。 京都園芸クラブが事業として行ったもので、以降このクラブによる文句農園の開設が次々に行われていった。しかし、これらの市民農園は第二次世界大戦及び戦後にはすべて消滅してしまい、1952年に現行の農地法が制定されたことにより、市民農園は農地制度的に存在できなくなってしまった。一度は中断していた。 日本の市民農園が動き始めたのは昭和40年代中頃で1969年に神戸市と東京の板橋区で市民農園が開設された。そして都市部を中心に市民農園が開設されだし1974年には全国で163農園を数えるようになった。1975年になると動きを見ていた農林水産省が 市民農園を、いわゆるレクリエーション農業として認め、これにより、市民農園の開設の動きが加速し、1987年には、全国で2718農園に増加した。1988年には、超党派の国会議員からなる市民、農園促進議員連盟が発足し、法律制定への足場が固まるとともに、 市民農園が政策に取り上げられるようになり、1989年に特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律が制定され、条件付きながら農地法上から貸付行為による市民農園の開設が可能になった。翌1990年には市民農園整備促進法が制定され、付帯施設の整備も可能となった。厳密には、 体験農園は農産物の区画販売であり農地のレンタルではないが利用者の立場からすると市民農園などと同カテゴリーのサービスを提供していると言える。ありがとうございます。